今回は目のために積極的に取りたい魚に関してお話しいたします。学べ眼科の学ベです。動画ご視聴いただきありがとうございます。目のために必要な栄養素といえば、ルテインやゼアキサンチンといったカロテノイドが代表的な栄養素です。これらは抗酸化作用が強くて、目の機能を維持するための大切な栄養素であることが認識されています。 代表的な研究はエーレッツという大規模スタディで米国の何万人もの患者さんから投機を取って出した研究結果から明らかにされていますルテインなどは目の水晶体と網膜に含まれていることが明らかになっていて白内障や黄斑変性症の発症や進行抑制に効果があることが報告されています積極的に取りたい栄養素の一つなんですが目のために大切な栄養素が他にもありますズバリ DHA 油,油というと太るとかカロリーが高いとか血管が詰まってしまうとか体にとってあまり良いイメージがないかもしれませんしかし一口に油といっても油にはさまざまな種類があって摂りすぎ注意な油豚肉や牛肉バターなどに含まれる飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の中でも積極的に取りたいオメガ3系の油があることで知られています 今回は目のために必要な脂に関してお話しさせていただきます人は物を見るときに角膜から水晶体、小脂体、網膜、網膜の中にある視細胞が光を受け取ってそれを電気信号に変換してその刺激を視神経、脳と伝えて物を見ていますそのうち目の後ろ側、網膜や視神経そして脳は脂がとても多い部分です 他の臓器の細胞に含まれる脂質のうち DHA の含有量は大体1から5%程度とわずかなんですが脳や網膜のような神経系の組織は DHA が特に多くて50%程度も含有していることで知られています DHA はこのように目に大切な網膜などの神経系の構成成分であるというだけでなく抗炎症作用や抗酸化作用があって 網膜などの組織の機能を維持して網膜の変性を防ぐ作用があります事実 DHA が不足することで子機能に関するさまざまな障害が生じることが報告されています具体的には糖尿病網膜症やカレオハン変性症といった網膜の炎症性の疾患です糖尿病網膜症は国内では中途失明原因3位のがん疾患です DHA には新生血管抑制作用というものがあります 新しく生えてきた血管と書いて新生血管というように言うんですが非常にもろくてすぐに出血して網膜に悪影響を与えるよくない血管です重症型の糖尿病網膜症やカレ齢尾肺変性症はこの新生血管が目を悪くします症状がひどい方だと目の中に注射したりレーザー治療したりしてこの悪い血管の働きを抑制させたり 破壊したりするんですが活性化した DHA はこのような新生血管を抑える働きがあることで知られています糖尿病網膜症を発症している患者さんを調査した報告によると DHA の摂取が多い人と少ない人で比べたところ重症型の網膜症を発症している人が38%低かったというような報告もされています加齢黄斑変性症は中途失明原因4位の病気で 国内でも食の欧米化などで今後増えていくとされているがん疾患です。視力が落ちるだけでなく、ものが歪んで見えたり、見ている中心部分に暗点ができたり、非常に厄介な視覚的な後遺症を残すがん疾患です。これもある報告では、週に2回魚を食べると、初期および後期の過料反変性症のリスクを30%程度低下したというような報告がされています。このような網膜系の病気だけではありません。 ドライアイの症状とも関係があります。ドライアイは単純に涙の水の不足と思われている方が多いと思いますが、涙は水だけでなく、水と油の2つの層でできています。水分の上に油の層があって、油は水分が蒸発しないように大切な役割があります。実際、日本人のドライアイの8割は水分が不足しているわけではなくて、 油不足がが原因であることが知られていますそのため市販のドライアイの目薬は水分を補う目薬がほとんどなので効果が限定的であることが多いです DHA などのオメガ三脂肪酸はドライアイによって起きているがん表面の炎症を抑えるだけでなくマイボーム腺という油の分泌腺から出る油の質を改善する効果があることが報告されていますこのように糖尿病網膜症黄斑変性症ドライアイなど 幅広いがん疾患の予防や改善効果があることで知られていますもちろん目だけではありません全身的にも感情動脈性心疾患による死亡リスクの低下過励に伴う認知機能低下の遅延とも関連していますしかし dha はルテインなどと同様に加齢とともに減少することで知られていて また必須であるにもかかわらず体内で合成できないので積極的に食事から摂取する必要がありますルテインと DHA が一緒に摂れる食品があれば便利なんですがなかなかありませんルテインが多く含まれている食事は緑の野菜が特に多いですケール小松菜ほうれん草などです卵の卵黄部分にも多く含まれていますし果物だとキウイフルーツナッツだとピスタチオなどが 代表的なルテインの供給権です。しかし DHA はブロッコリー、ほうれん草など野菜には含まれていません卵は EPA は 100g あたり 120mg 程度含まれていますが DHA は含まれていません豚肉、鶏肉、牛肉は動物性の油は多いんですが DHAEPA で見ると 100g あたり数十 mg 程度ずつしか含まれていませんオメガ3脂肪酸の1日の目標摂取量は 1>, 1日 2000mg 程度とされているので野菜牛肉果物を中心にとっても不足するということが分かっていただけると思いますでは DHA などのオメガ3脂肪酸の供給源は何が良いのかというと魚大魚になりますさんまマグロサバサケなどの冷水魚です冷水魚とは冷水で最も活動的で高い水温になるとストレスがかかる魚のことを言います 魚の中で特におすすめしたいのは鮭です鮭は 100g あたり DHA500mgEPA250mg 程度取れます DHA 以外にもビタミン B 群もたくさん取れますしアスタキサンチンも含まれていますまた鮭は水銀などの毒素の濃度が比較的低いというのも知っておいた方が良いですまた天然と養殖のもので比べると天然のものの方が 栄養素が高濃度に含まれていて毒素も少ないということも大切なポイントです。天然の鮭 100g あたり1日に必要なビタミン B のうち、チアミンであるビタミン B1 は20%、ナイアシンである B3 は60%、B5 は30%、B6 は60%、B12 は120%程度含まれています。ナイアシンであるビタミン B3 はミトコンドリアという体内でエネルギーを作る細胞の 貴重ななエネルギー源になります最近少し話題になっていて緑内障にも良い影響を与えるとされているビタミンですビタミン B12 は視神経の機能維持のための大切なビタミンですアスタキサンチンはルテインなどと同様にカロテノイドの一種でその中でも抗酸化作用が強くてキングオブカロテノイドと言われたりしています女性の方には美白やシミなどの効果があるのでそのことでご存知の方も多いかもしれません 眼球内に含まれるカロテノイドはルテインとツヤキサンチンのみではありますが目としては眼性疲労に効果があるのではないかと報告されていますアスタキサンチンはエビカニイクラにも含まれていますがやはり鮭が圧倒的に多いですこのように鮭には多くの栄養素が含まれています鮭は良い脂質を多く含んでいるので使用性の栄養素の吸収を助けます ルテインなどのカロテノイドやビタミン ADEK は使用性の栄養素です。魚とサラダを一緒に摂ったりすると栄養の吸収力が高まりますのでぜひ一緒に食べるようにしてみてください。私も朝は野菜と魚を一緒に食べるようにしています。調理方法はお刺身など生で摂れる DHA の量を100%とした場合焼き物、煮物で約20%減少し 揚げ物ではなんと約50%も減少してしまいます高温で加熱するほど大切な油がどんどん失われるので加熱する際には注意してください魚が苦手という方はサプリメントで代用することもできますしかしルテインと同様に基本は食事による栄養補給を推奨しています それは食事由来の DHA と EPA の方が生態利用率が高い形で存在しているからです食事由来の脂肪が多い魚の摂取には網膜変性疾患の抑制効果があったが魚油のサプリメントには効果がなかったというような報告も事実あります EPA と DHA はトリアシルグリセロールなどいろいろな脂質と結合した形があるんですが多くのサプリメントは網膜内に吸収されないとされています 網膜内に届くには血液網膜関門という関所があるんですがそこを通過しないといけません食事由来のものはこの関所を通るけど多くのサプリメント由来の DHA は通らないとされていますその他に注意したいこととしてオメガ3脂肪酸というとリノレイン酸 EPADHA と3つありますリノレイン酸とはナッツのうちクルミやエゴマ油アマニ油に含まれるものです 大切な油ではありますが体内でリノレイン酸から EPA や DHA に変換される量は5から10%程度とわずかでしかないことが知られていますそのため DHAEPA を体内で増やすには植物由来ではなくて魚のような動物由来のオメガ酸脂肪酸を摂ることが大切です いろいろお話しましたので、今回の話をまとめますと、まず1つ目に、眼球内の網膜、視神経、脳などの神経系の組織の多くの部分に DHA が含まれています。2つ目に、DHA が不足することで網膜疾患やドライアイとの関係が報告されています。3つ目に、DHA を積極的に摂るには魚の中で鮭がおすすめです。4つ目に、鮭にはビタミン B 群やアスタキサンチンが含まれています。 最後5つ目にサプリの場合はタイプによって効きにくいものがあるので注意が必要です。という5点です DHA や EPA は必須脂肪酸の1つですが同じく必須脂肪酸にオメガ3系の脂肪酸ではなくてオメガ6系の脂肪酸がありますどちらも大切な油ではありますがオメガ6系の油は揚げ物や加工食品などいわゆる欧米食に含まれていて多くの人は摂りすぎている傾向にあるとされています本来オメガ6系の脂肪酸は 免疫を活性化する働きがあるんですが過剰になると逆に体内で炎症反応を起こすため理想的なバランスはオメガ3とオメガ6は1対2から1対5程度とされています DHA などのオメガ3系の脂肪酸はオメガ6系の脂肪酸による炎症反応を抑える働きも報告されています日本人の魚の消費量は年々減ってきています週に2回ほど意識してサなどの脂が多い魚を取れるようにしたら良いですね 今回は目のために食べたい魚に関してお話しさせていただきました。この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話ししております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。